こんばんは、カリンバミントです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は鈴木楽器製作所様より11月24日に発売されます1オクターブカリンバジョイジョイカリンバを紹介します。こちらは鈴木楽器製作所様よりご提供いただきました。ありがとうございます。鈴木楽器さんといえば、以前紹介した手作り楽器キットシリーズのカリンバキットがとっても楽しくて良い音色でしたので、まだの方はそちらの動画もこちらから見てください。概要欄にも載せておきます。我が家は子供たちの自由研究で使いましたが、大人の方にも十分楽しいキットです。ウクレレの手作りキットもあって、私はそちらがすごく気になっています。カリンバを送っていただいた時にこのようなチラシも入っていました。キーボードスタイルパーカッションバーカッションという製品なんですが、パーカッションを指1本から演奏できる打楽器で、すごく楽しそうです。これカリンバの音と合わせたらすごく楽しいセッションができそうですよね。これはかなり気になる商品です。ラインナップや価格はこんな感じです。詳しくは鈴木楽器さんのホームページからご覧ください。そしてもう一枚がリズミというリズム遊びカードゲームです。楽器がなくても楽しめる、あるとさらに盛り上がるカードゲームリズミ。まずは3枚のカードに従って元気に演奏してみよう。上手にできたらリズミ括弧正解です。カードのパターンは無限大、みんなで楽しく演奏してみようとのことです。表現カード、リズムカード、演奏カードの指示に従って遊ぶみたいですね。これも子供たちと遊ぶと盛り上がりそうで気になります。はい、ではこちらの紹介に戻ります。まずこのパッケージが本当に可愛くておしゃれですよね。プレゼントにもぴったりだと思います。で、裏にも書かれていますが、カリンバ専用楽譜が20曲収録されています。こちら後で弾いてみます。カリンバの開封に慣れている方はちょっと驚くかもしれませんが、ここからこうじゃなくて、この横から取り出してください。入っているのは本体、説明書兼楽譜集、あと音名シールがついています。チューニングハンマーは付属していません。出荷時、カリンバの音程は合わせた状態になっていますが、音程のズレを感じた場合にはドライバーなどの硬い棒でキーを前後に動かしてチューニングをしてくださいとあります。ドライバーでもできると思うんですが、チューニングハンマーをお持ちの方はチューニングハンマーで、ない方はペンチでキーを挟んで前後に動かす方法もあります。このようにクロスか何かをかませて、キーを傷つけないようにしてから、キーをペンチで挟んで前後に動かしてチューニングしてください。こちらは剥離可能なシールだそうです。音で色分けされているものとシンプルな黒のシールがついています。ドレミ表記と、あと英語と数字のシールです。楽譜の表記の仕方についても丁寧な解説があって、上段が右手、下段が左手になっていたり、和音や伏線律が小文字で書かれていたり、分かりやすいように工夫されています。振り仮名はドレミ表記のみです。本体の素材はパイン材だそうです。重さは 163g。 本体のサイズは上が 7.7cm、下が 11.2cm、 縦が 12.4cm、 そして高さは 1.8cm です。木に薄くコーティングされたような感じで、サラサラだけどツルツルしてて、かといってグロス塗装のようなテカテカ感がなくて気持ちのいい手触りです。ちなみにメイドイン台湾と箱にシールが貼ってありました。木の形状はこんな感じです。まっすぐタイプで、木の先端に角度があるものです。以前の手作り楽器のものはまっすぐタイプですね。見た目も形状も違います。キーは山なりになっていてスライドしやすそうです。では試奏してみます。
こんな感じで真ん中からドレミファソラシドと並んでいます。音色も優しくて温かくてすごく綺麗です。私はこの上から押さえ棒で木を留めて、枕木が金属ナットのタイプのカリンバが好きで、音色が大好きなホケマやマガディもこのタイプです。ぜひこの形でこの品質で17音カリンバも出していただきたいなと思う美しい音色です。では付属の楽譜から何曲か弾いてみたいと思います。いかがでしたか？1オクターブなので、小さなお子様から年齢を重ねられた方まで幅広く使える商品だと思います。8音といってもアレンジ次第では無限の可能性があると思います。気になる方は概要欄からチェックしてください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価お願いします。演奏曲のリクエストも受け付けておりますので、コメント欄へどうぞ。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。